チュートリアル。この動画シリーズでは 2D アクションゲームのテンプレートプロジェクトの作り方を解説します。まずブランクプロジェクトから 2D キャラクターが移動してジャンプできる状態にするまでを学習します。また UE 5.1 から推奨機能となったエンハンスドインプットを学ぶきっかけとしても良いでしょう。既存のテンプレートがある状態から学ぶのも良いですが、ブランクプロジェクトから自力でキャラクターが動くまでを組むのはとても勉強になります。見ながら作業をすることでアンリアルエンジンの基礎を学びましょう。解説は英語バージョンのエディターで行いますが、日本語エディターで作業しても分かるように説明します。リストで連続再生する前提で動画を構成していますので、再生リストを使ってみてください。それではやっていきましょう。